違うからどうも使って柔らかさ、ね、柔らかい、ね、で硬い、もんでもこっちの方が色が綺麗で緑色でこっちの方が黄色っぽくなる、うん、この通り味も味もあのこっちの方が柔らかいので逃がしてくれますよ、もみ成分が多い、こっちはじゃあお茶っぽいっていうか、東風味あってお茶っぽいやで、こっちはちょっとこう これがちょっと色が違うね、こっちの、うん、ちょっと赤いかな、こっちの方がちょっと青いかな、でも形状がちょっとこっちの方が剣があってこっちの方が少しこう細かいっていうか、うん、で蒸し器も違うから、その相対と相対と同回転という蒸し器があるんで、その蒸し器の違いもある、うん、あと蒸し時間、蒸し時間が長い短いっていうのもある、水分 5% ぐらい、そう大体 5% ぐらい、あら茶、あら茶、これがあら茶、だから高瀬さんの時の刈り取ったお茶がここまでなんで、
あ、もう昨日の昨日の夕方の時点、そう、そう最後に、そう今日今朝までにこうなっちゃった。ここまで来ればティッシュ入れて保管すれば1年2年2年持つ。生ハの状態じゃ1年2年持たないもんね。だからサラサラしてるとかバサバサしてるとかそういう手触りをやって、油っ気って言ってこの何だろうな、いやいい葉っぱってこう ベタベタしてるんだよね。で柔らかい、柔らかいじゃない、あのおぞいっておぞいっていう分かんない表現か、悪いお茶はこうパサパサしてる。へえ、うん、手触りが、同じように料理って3グラム、3グラム測る、これ天秤ばかりで3グラム測って全部同じように3グラム測る、同じように3グラムにしてやらないと濃いとか薄いとか差が出てきちゃうんで、みんな同じ、別に5なら5で一緒なら一緒でいいんだけどね。うちは 3g、 高いあれで使って全部 3g 使って、こういうふうに見本取っちゃうと 上のバサバサの出ちゃうんで、できるだけこうたくさん取って均等にこう落とすっていう、そういうのも技術というか、お茶を見るときに差が出ちゃうんで。でたまに欠点茶があって、あの揉んでる時に油とか焦げて煙が入ってるスロー茶があるもんで、そういうのも見る。でこれ今100度の熱湯の、要はテイスティングの時は本当はお茶って湯冷ましをするんだけど、テイスティングする時はお茶の欠点を探すので熱いお湯でやる。そうすると苦渋みも出るし、あの悪いところも出る。で悪いところがないお茶はいいお茶っていう風にテイスティングする。これは本当に美味しく飲むじゃん。ちょっとお湯で入れた方もいいし、急須で入れた方ももっと美味しいんだけど、そうしちゃうと悪いところが隠れちゃうんで、できるだけ悪いところを荒探しするのが、まあ、検査っていうか品質検査、荒探しをしてる。これちょっと入れる、はい、でこれ入れる時も隅っこで入れるか真ん中で入れるかっていろいろあるけど、とにかくこう攪拌するように入れるので、うちはど真ん中から入れるけど、私はそうすると周りにドワーッとくる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 って回って、でギリギリまで入れる。この水の量も全部一定にしないとやっぱ薄い濃い出てきちゃうから、これでぐるぐるぐる攪拌しながら入れていきます。真ん中でそうすると左右にぐるぐるってこう円を描くように膨らんでくるじゃんね。でこれをずっとみんな同じように、火入れがここで冷めて収まった時にどういう匂いになってどういう火が出るかって、そこまで予測しないとできない。ただ100度で煽ったじゃねえとか90度で煽ったじゃねえって、そんなダラーっとしてどうでもいいわけですよ。お茶のあれは火入れっていうのは長寿を作るよっていうの、だから名産の本当は別々に出てくるから、これでバーって見て色を見て、これは赤い、赤いよね、ちょっと赤い、これも赤い、これは青い、明るい。でこれとこれはちょっと老けてるから、こう粉がこうパパパって舞ってるじゃんね、中に。ちょっと虫が強い、これちょっと若い、ただ粉が少ない。こういうの見ても棒が多いとか棒が少ないとかじゃなくて、ぶどまりって言って仕上げた時にこう棒が多いと出来上がるお茶が少なくなるから価値が低いっていう。これをあとは網で作って香りを嗅いで、右の方に求めてる時にそのまま空がいくゆっくり、でこれ香りを嗅いでマスク一応つるもっと広いところもっと広い、あとお前これよお前これじゃあ立っても出てきて青くてまだ火が足らん、火が足らんでもっと入れてくる、このままだし子供この子供たちが言ってくれるんだ。で変な焦げの匂いとか変な異臭がしないかとかチェックして、いい香りです。
減らそうとかそういうのは都度いろいろいじりながら、設定は設定であるんだけど、そういうのは徐々に変えていく。茶の状態で、うん、仕上げ茶、仕上げ茶です。キメの細やかさが違うのが分かりますでしょうか。やっぱり